こんにちは。こんにちは。アートナーファミリーです。本日はアウトレット加入品ということで、先日ですね、休みした時にアウトレットにお買い物しに行きました。はい、一日お買い物するっていうことがね、うん、アウトレットで、うん、最近なかったから。なかったよね。アウトレットのはしご。はい、ね。しちゃいました。はい。ということで、チョコちゃんも来ました。まずまずと、こんにちは。ということでね、購入品のご紹介していきたいと思います。はい、じゃあ俺から行こうか。はい、お願いします。はい、じゃあ今回パオさん買ってきたものはこちらになります。バン、バナナリパブリックです。はい、でお買い物をしてきました。シャツです。こんな感じのね、ストライプのシャツを購入してきました。これからほらもう暖かくなってくるじゃない。そうだよ ね、もう暖かくなってきてるから、そう、4月の下旬になってきて暖かくなってきてるから、長袖なんですけどね、うん、ストライプのシャツ買ってきました。水色と白のストライプですね。うん、はい、こんな感じのシャツを買ってきました。普通にデニムに合わせて履いてもいいし、まあ普通のなんだろう、カラーパンツの黒とか、うん、そういうのには合わせてもいいかなと思って買ってきました。白でもいい ね、うん、白のパンツでもいいかなと思う、うん。はい、もう一点あります。もう一点もシャツです。じゃん。おしゃれだ。こんな感じのね、今回はこれは半袖のねシャツです。こんな感じので、ちょっと、なんだろう、明るい柄のやつって最近あんまり着てないんだけど、夏に着れればなと、真夏だとちょっと俺着れないのかもしれない。でもまあ、夏に着たいなと思ってね、ちょっと派手めの、まあ、アロハまではいかないのかな。アロハなのかな、一応。ね、そういうっぽい感じのやつを買ってきました。以上にてでございます。以上でございます。次ー。はい、じゃあ次誰行く？はい、次はゆかちゃんお願いします。ゆかり行く、はい、はい、ゆかりはですね、はい、じゃーん、ニューバランスです。ニューバランスで、この中が、うん、じゃーん、空っぽ、空っぽっていうのはもう履いちゃったんですよ。そう、この購入品取る前にちょっと履いちゃったんであれなんですけど、うんうん、グレーのねスニーカー買いました。はい、履いてみたんですけど、すごい履き心地が良くて、うんうん、あんまりニューバランスって、ね、今までそんな買わなかったんだけど、うんうん、子供の頃はね、なんかニューバランス履いてたかなとかっていう記憶があったりとか、うん、なかったりみたいな感じなんだけど、やっぱり履きやすいですね、うんうん、歩きやすかったし、うん、履きやすいし、うん、結構長時間歩いたんだけど、それでも疲れなかった、うんうんうん、履きやすいんですよ。履きやすかった、うんうん、ね、よかったです。はい、そんな感じでございます。はい、次欲しかった。次、なんかちょっと抜けちゃった。抜けてる感じだよね。くね、次、ママさんはね、結構ね、はい、買ってきました。あ、はい、またまた、はい、でニューバランスで買ってきました。うん、はい、靴かと思った。違う、うん、ニューバランスだけど靴ではない。うん、そう、はい、靴ではない、うん。この T シャツの長、うん、ワンピースの T シャツって感じですかね。なんていうの？うんうん、なんていうのこういうの？ワンピース、ワンピース、うん、ワンピース T シャツのワンピースっていうの？ T シャツのワンピース、ね、なんだろうね、ちょっとね、T シャツのワンピース、うん、そう、長いやつって感じ、ね、これ買ったんだっけ、うん、なんかね、すごい気に入ってたよ。あ、そうそうそう、うん、試着して、私も今これ見て、私これ買ったっけって思った。あんなに気に入ってたあんなに気に入ってたあんなに気に入ってたあ、そっかと思って、うんうん、これだったね。そうだね、なんか下になんかね、うん、デニムとかジーパンとか履いて、うん、パンツ履いて履こうかなみたいな感じで言ってた。可愛、はい、うん、いと思ってきました、うんね、うん、モンベル、ずっと欲しかった。モントベルじゃなくてモンベルね。そう、モントベルって言いたくなるけど、モンベル、モンベル、モンベル、ずっと欲しかった、うん、キャップ買ってきました。あ、帽子、帽子、うん、そう、帽子、ハイキング行ったりとかね、釣り行ったりでも被れるし、そう、これね、ちょっとね、うん、アウトレットのとこに置いてありました。あ、そう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 、なので、うん、すごいね、お得に購入できました、うん、で、これ生地がね、メッシュになってるんです、うん、そうそうそう、これからの時期涼しくて、ね、そう、いいと思って買ってきました。可愛いじゃん、あんな感じで被ろうかな。上にはあの値札がこう分かれて、2つ、2枚のやつが2つに分かれてて、タケコプターみたいだった、うん、そう、こんな感じで被ろうかなと。いいですね、いいですね、いいですね、いいじゃん、そして、そして、はい、次は金ですね。金、これね、すごかったよね。めっちゃバリアス。本当は買うつもりなかったんですよ。うん、ね、でたまたま入ったお店でこれを見つけました。う
スキーの靴、あこれを購入してきました。形が可愛い、そう形可愛い、うん、ジャスパーっていうらしい。あジャスパ ー、 あーそうなんだ、うん、ねえ、うん、でこれね、うん、紐がねまた別で一つくっついてくるんで、ちょっと変えたいなっていう時はこっちのシックな靴紐に変えることもできます。可愛いですよ、ね、お値段がびっくりですよ。そうびっくりです。これね、うん、普通で買うとどれぐらい、アウトレット価格で多分1万3000とかするんですよ、ね、それぐらいする、ね、12,980円だ。12,980円、うん、アウトレット価格で、うん、約1万3000円、はい、のやつが、はい、なんと特売品になってました。 70% オフだったんですよ。すっげーな。3874円です。安いよね、金のこのモデルが3800円って。そう激安ですよね。激安で、その激安の理由、あのねママさんはアウトレットの靴で結構ねこういうね超お買い得なものをゲットしてるんです、うん、今までもそう、うん、キーンに行った時もそうなんだけれども、アウトレットの中でも要は特売品みたいなゾーンがあったりするんだよね。そう、そこってやたらサイズがでかい靴とか、うん、ちっちゃい靴とか、うんなんですよ、はい、売れなかったというか、そうまあ言い方悪いですけど売れ残ってしまったというか、そういうモデルがあるんですね、はい、でママさんは足が 22.5cm なんです。ちっちゃいんですよ。ちっちゃいんだよね。ちっちゃいの、はい、だからこういう掘り出し物に当たる時が結構ある、うん、で今回もこれ普通のサイズよりも小さいんだよね、うん、そう平均サイズよりも多分小さいんだよママ、うん、だからこういうのがゲットできる。できる。キン。何それ。次。通訳してあげる。次。でしょ。ネクスト。キン。息がちょっと抜けちゃうんだ。なんとかちょっと抜けちゃうんだよ。息がちょっと抜けちゃうんだよ。なんでわかんの。まず最初に、はい、コロビア買ってきました。おー、コロビア、何を買ったかって、はい、見ますと、はい、夏に着る用のシャツを買ってきました、うん、はい、T シャツです、はい、コロビアって左のところにロゴがあるだけで、うん、後ろは特に何もないです、うんうんうん、シンプルイズベスト。あ、脇にコロビアって、あ、脇にあるか、うん、脇にもありました。ちょっとね、ロゴが入ってるね、はい、ロゴというか、文字が入ってるね、うん、はい、まあ、黒だから汗がにじみ出ちゃう、うんこともないだろうし、うん、それであの結構汗の吸収も良さそうかなと思って、うん、なんかさコロンビアってなんかオムニヒートとか、うん、オムニなんとかとかって言って、うん、その商品それぞれになんか特性があったりするんですよね、うん、だからよく乾きやすいとか、うん、保温しやすいとか、うん、でこれもオムニウィック、うんって書いてあるのかな、うん、だからなんかあるんですよ、うん、SPF30 って書いてあるし、うん、ああそうなんだ、夏にいいみたいな。なるほどなるほど、ほー、そういう機能性が備えている T シャツということだ ね、 いいね、アウトドアブランドらしいね、うん、あ、うん、そっかそっか。2点目はですねこちら金です、うん、まあ靴ですね、ママと同じ種類なんですけれども、うん、このジャスパー買ってきました、うんうん、まあ色こういう色めったに履かないんですけれども、今回はちょっとイメチェンみたいな感じでしたいなと思ってこちら買ってきました。3足目です、実は。3足目これ、うん、この同じジャスパー色違いなんですけど、これ実は3足持ってます、うん、これ含めてね、うん、気に入ってんだよ。そう、 そうなんだ、うん、もう一つ欲しいなとかって言ってたんですよ。そう、じゃ相当気に入ってるんだ。相当気に入ってるんだ。そうなんだよね、うん、なんで履きやすいの、履きやすい、スタイルが好き、あのスタイルも悪くないし、うんうん、それで結構つま先の方まで紐があるからフィット感がいいんだよね、うん、ああそうなんだ、へえ。でこのインソールも結構厚さがあって、うん、だからといって硬い、あの柔らかすぎず、うん、はい、長く歩いていても足も痛くならず、うん、あまりならない、うん、から俺はこれが気に入ってます、ね、なるほどね、人気だよね、キーンってやっぱりね、うん、人気だね、アウトドアの中でもそうし、アウトレットのお店行ってもお客さんが結構いることが多かったりするよね、うん、多いよね、うん、だ人気なんだよね、うん、キーンってね、はい、ということで今回はですねアウトレットの購入編ご紹介しました。
結構皆さん気に入ったものがあったんじゃないかな、今回は。気に入ったのがあったね。俺は気に入ったね。ね、うん、うん、そう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 。なんか、うん、最近仕事終わりのアウトレットって行くことが多くて、うん、その時だと、うん、結構時間が限られちゃうんだよね。そうなんだよ、見る時間が。そう、だから今回本当じっくり見れた。ゆっくり見れた、うん、ね、ゆっくり見れたよな、うん、そう、うん、よかったです、はい。それでは本日も動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。